オープン2時間前の午前8時、先頭で待っていたのはこちらの男性でした。今日は何時から並んでるんですか？昨日のお昼から、はい、昨日のお昼から、はい、昨日のお昼からですか？はい、どうぞ。奥さんに並べるって言ってるんです。なので、奥さんが喜んでくれると思います。さらにオープン1時間前にもなると、いつの間にか行列が。報道陣はテレビ、新聞など各社が取材に訪れ、注目度の高さが伺えます。そして清々しい天気の中、躍動感ある和太鼓の演奏でオープニングセレモニーがスタート。イケアジャパンの代表取締役をはじめ、立川市の清水市長も来賓として挨拶のスピーチを行いました。環境貢献をしながら地域のにぎわいを、今までは立川の町の開発というのは駅中心でありました。今日皮切りにですね、都市宿沿道、三山ロードの沿道の開発が始まると、立川の飛躍の第2のステージのスタートの日だなというふうに思ってます。来店のお客さんの顔ぶれを見てもですね、びっくりしました。本当に若い人が多いんですよ。若い人たちが自分の子供たちを連れてきてくれたり、友達を連れて立川に集まってくれる。にぎわいの原点が若い人に集まってもらうことだと思ってます。そして午前10時、いよいよ待ちに待ったオープン。入り口ではイケアのスタッフがハイタッチでお客さんを歓迎。もう待ちに待ってましたね。みんなでオープンしたら自転車で行こうって感じで。嬉しいです。はい、子供も、ね、連れてこられるので。IKEA の特徴は家そのままの間取りを再現し、おしゃれなショールームをデザインして家具を販売することや、購入したものを自分で持ち帰り組み立ててもらうことでお手軽な値段を提供していることなどがあります。さらに立川店では2階のワンフロアのみで商品が展示され、買い物がしやすくなっていたり、実際のご家庭を訪問してリサーチし、収納に関心が高いことなどから、収納売り場は他店舗よりも2倍の広さを確保して商品の充実を図っています。イケアが大好き。家の中もイケアで全部統一しているので、色がカラフルで綺麗、ね、見た目もいいし、使い勝手もまあ、うん、いいですね。また懸念されていた周辺道路の渋滞ですが、この日は混雑した様子はありませんでした。立川店は多摩モノレールの高松駅から徒歩圏内ということもあり、公共機関で IC カードを利用して訪れた人には配送料金が半額になるカードを渡すなどのサービスも行われています。立川の新しいランドマークとして存在感を見せるイケア立川、ますます街が楽しく賑やかになりそうです。